どうもとベストヒット高見。はい、今週のテーマはですね、強い絆で結ばれた、同級生ユニットです。まずは VTR をどうぞ。若き日の青春と呼ばれし時、見るもの全てが新鮮で何もかもがキラキラと輝いていた日々、そんな青春時代を共に過ごし活躍しているアーティストたちがいます。何でもないことで喧嘩して毎日大きな夢を語り合った仲間たち、濃密な時間の流れを共有してきたからこそ生まれた音楽はいつまでも輝き続け、彼らだけが紡ぎ出せる音楽の世界を持っているのです。今夜はそんな強い絆で結ばれた同級生ユニットにスポットを当てます。はい、同級生ユニットですよね。ピンクレディもね、一度と同級生、はい、ね、あの同級生で良かったことってありますよ、二人。仕事をしてても、うん、なんか仕事を離れていつも昔のままいられるっていう、うん、あ、いつもこう、そのプロになる前の自分を忘れないでいられるっていう、なんか素晴らしいな、うん、俺たちもやっぱり高校から一緒だけど楽だもんね。なんかこうあうんの呼吸みたいな。そうそう、そういうのありますね。ね、決して嫌いじゃないから。だから決して嫌いじゃない。嫌いじゃないから。私はやるだろうよ。いやいや。でもあんたたちってあれだよね。うん、大勢の人と会ってない人だよね。会ってないね。ずっと3人といるんだもん、ね。3人でずっといたから。すごい狭い世界に。狭い世界だよね。肩寄せ合って生きてたな。まあ、同級生でね、良かったこともあると思うんですけど、同級生じゃなくてユニットを組んだね、さっきも言ったように、はい、出会ってビビッときた、こいつやるしかない。僕はそう思ったんですよ。向こうはそう思ったんですよ。いやだってこいつとやるしかないっていう前にもうジャニーが決めてましたからね。まあでももともとね、うん、あの本当は僕らも4人とか5人とかっていう予定だったんですけど、なんかいろいろね、行ったり来たりなんかいろいろあったんで、はい、でも今思うと、うん、強してやって良かったと思うでしょ。いや、やっぱりそれは彼がいないと今の僕はいないと思いますし、うん、いやたまにはこのぐらいのことがいないですね。偉いな。さあ、それでは今夜数々の名曲の中からですね、ゆずのいつかをですね、お二人と一緒にセッションしたいと思います。はい、よろしくお願いします。どこに来ても何もしてても
そんなに